めまして、和田アキ子です。日本放送柿原忠です。アッコのいい加減に旋回、東京有楽町日本放送の制作でお送りしています。12時50分頃のクイズ和田オネアのコーナーですが、電話に出てクイズに正解されると現金1万円が当たります、はい、出場ご希望の方は電話番号をしっかりメールファックスに書いておいてください。またラジコで聞いてる方はぜひラジコで聞いていますと、これも必ず書いておいてください。メールアドレスは小文字で AKKO アッコアットマーク 1242.com アッコアットマーク 1242.com です。ファックスは0570-021242 まで、0570-021242 まで送ってください。加山雄三さん、まもなく日本放送、到着でございます、はい。これメールでですね、先ほどおかけした加山さんの歌、はい、僕の妹にの感想が届きました、はい。これは静岡県沼津市にお住まいのマショちゃんがですね、涙が出ますと。ああ、やっぱりね、はい、私も泣くんですよ、この歌聞くと。これはアコさんと加山さんの関係性がね、お兄ちゃん妹というね、はい、いい歌ですよ、はい。マショちゃんはですね、はい、素敵な上司がいて、私の結婚式でこの歌を歌ってくれたんです。へえ、思い出して泣けますと。ああ、天国の夫もきっと聞いてくれてると思います。うん、あ、ご主人お亡くなりになったんですね。人はね、そう、こうやって曲にいろんな思い出があるんだよね、それぞれ。そうですね、曲聞くと必ずあの人を思い出すみたいな人っているかもしれませんね、はいはい。千葉のアーシャオさんはですね、はい、僕の先輩関西弁使うんですけど、うん、でも先輩の出身は埼玉なんですね。あ、そう、関西に住んだこともないんです、うん、いわゆるなんでエセ関西弁なんです、はい。アッコさんはエセ関西弁をすぐ見抜ける方ですか？関西弁ってね、関西っていうけどまた京都と名古屋と大阪と違うってよう言うのよね。はは、は、京都とも違いますか？うん、だからね、よくわかんない、あんまり見ないんですけど、大河ドラマなんかで関西弁の大阪をあの舞台にしてると、はい、あのみんなそういう先生がついてるらしいんだけど、うん、なんでやねんっていうのはいっぱいあるよね、はい。でもなんだろう、なんでその人は関西弁覚えたんだろう。いや、やっぱりなんか特にこうさんまさんとか、うん、ダウンタウンのお二人とかが、あ、はいはい、もうバラエティで見てると便利じゃないですか、うん、やっぱ突っ込む時とか関西弁って、なんでやねんってね。そうです、そうです、うんうんうん、それで使いたくなったんじゃないですかね。いや、でも本当に関西弁っていうのが認められるようになったよね。私がデビューした時は本当はまあなんていうの、標準語に直されたもん。もう出すなと、うん、だから電話番してまず直せと。もしもし、ホリプロでございます、はい、どなたさんですか、はい、お待ちくださいってやってるつもりの、何言ってんのお前って最初から私事務員さんじゃないですからと、いや、ダメだよ、あかんよって言われて、ホリプロでございますの言い方がもう関西ですもんね。だって英語のレッスン行ってたんだよね、ちょっとだけ、はいはい、その先生に言われても、あなたの英語はなんか関西弁のイントネーションが入ってるとか、どんなんやって言いながら、でも私ね、私が思うのにね、まあいろんなところ、全国各地の、例えば桜だいりでも何でもいいのよ、はい、全国各地で今テレビとかラジオでね、一般の人にインタビューして、はい、みんな標準語なってるのがつまんないの。これそれがね、その中で一番嬉しいのが大阪とかね、うん、あんな、まあ、まあ今都知事選とかさ、はい、大変やけど、いや、これはあかんわな、こんなことやってたあかんわとか、おばちゃんが何回もうちら騙されてるからな、そういう時は大阪ってすごいいいな、もう他ね、本音っぽいんですよ、広島とかね、うん、九州でもそういう子供たちにインタビューしても標準語、はいはい、なんでみんな標準語を使うようになったんだろう。いや、ね、まあみんなに分かりやすいからかな、やっぱりなまってると恥ずかしいっていうのがやっぱありまして、僕も沖縄から出てきて必死に隠しましたもん、18歳の時に。ああそう、沖縄だって言いますけど、うん、でも言葉は標準語喋れるねって言われたくて、はあ、はあはあ、うん、初めてなんとかじゃんって使った時緊張しましたもんねあそう、いやでもそうね、で関西弁は本音っぽい、でもいろんな言葉喋れるといいんじゃないですか。あ、そうですね、うん、まあ、エセ関西弁だからといってまたもう必要以上にこうお前嘘つくなよっていう風に言われない世の中にもなりましたしね、うんうん、まあいいんじゃない、どんな言語でも、はい、アーシャオさんでした、はい、ありがとうございます。あと大田区のですね、これちょっとメールの内容が、はい、も
ったんですけど、うん、ポニャニャノさんなんですけど、うん、実は、うん、離婚しようということで離婚届を市役所に持っていきました、はい、そしたら職員の方がこういうこと言うんです。本当に受理していいんですね、うん、と一言言われて、うん、もう一回考えますと言って今妻と話し合いをしています。わお、いいお言葉ですね。本当にいいんですねっておっしゃるのは、そういう時職員の方というのは一度なんかこうあれですかね、うん、やっぱり引き止めるでもないですけど一回しっかり考えられたんですかっていうことだけ確認するんですかね、うん、でもそれはそれでいいことです。はい、今なんかスタジオに、はい、加山さんが少し遅れてしまっているとのことで、お電話がつながっています。加山さんにもお電話がつながっている、はい、ちょっとアッコさん、もう お兄ちゃんもビビってんですかね。もしもし、ビビってるよ。お兄ちゃん、はいよ。今日はゲストに来ていただくということで楽しみにしてるんですけど。そうだよ、もちろんそうなんだけど、今すげえ渋滞にハマってさ。渋滞ですか？どの辺今いらっしゃるんですか？今この辺どこだ。近くですか？どこだ？まあ、あのね、はい、どこだこれ。六本木あたりだな。あ、六本木、うん、したらあと10分ぐらいかかりますね。まあ10分はかかるかな。10分ぐらいかかるかもしれません。10分ぐらいかかるんじゃないですか？6分だよ。あの六本木はもう車は流れてますか？流れてない。流れてない。ノロノロしてる。ノロノロ。だからあと10分はかかっちゃうね。そうですね。終わったら俺が今度一人でやるよ。いやでも加山さんとこうやって電話を放送でつなぐってこと自体が珍しいですね。まあそうですね。普通の加山さんに。今でも便利になりましたね。はい。便利になりましたね。ね、こうやってお話できるんですから。そうだ。それで、まあアッコさんはよくうちに電話かかってくるから、もう二人で話してんじゃんよ。そうですそうです。ね、いやでもお兄ちゃんあんまり喋っちゃうとこの電話で。スタジオ来てもらった時に喋ることは山ほどあるから大丈夫だな。喋ることは山ほどあるから大丈夫だ。いやいや、ひょっとしてお兄ちゃん六本木からこの日本送るまでずっと電話で喋ろうって気じゃないでしょうね。いや違うよ、そんな気がないよ。でも事故のないように。そうですね、加山さん、お気をつけて向かってください。はい、どうぞ。はい、お待ちしてます。失礼します。ありがとう。はい、ということで失礼します。やっぱさすがの加山さんもビビっているというふうにおっしゃってました。いや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 、お坊ちゃまですから。でもおおらかですね、加山さんね。六本木から来るんだ、はい、なるほど。そうですね、はい、じゃあ加山さん到着までまあしばらくかかるということなので、はいはい、ここで一曲加山雄三さんの曲をまた聴きながら、はいはいはい、お待ちしたいと思います、はい、引き続きメールファックスお待ちしております。メールアドレスは akko@1242.com、 ファックスは 0570-021242 です。それでは加山雄三、海その愛。